南原テ也は日本の元競輪選手。千葉県浦安市出身。東京都立火災工業高等学校から設計事務所の社長を経て日本競輪学校第93期卒業。日本競輪選手会千葉支部所属。師匠は鈴木英二。初出走は2008年1月9日、西部園競輪場。30歳デビューのオールドルーキー。 年齢制限撤廃の恩恵を受けたうちの一人である。93回生に適正試験で合格し、新人選手通信簿にも非常に高い身体能力を持っており、将来は約束されていると評された南原だがデビューしてから成績が振るわず悪戦苦闘の日々を送った。巨大掲示板2チャンネルの競輪版では年齢や競争ぶりからたびたび話題に上がった。 2008年4月12日、永久チャレンジレースの一般戦とは家初の日着となり村地に絡む。今までいじられるのみであった2チャンネルでも、徐々に応援する者が増加する傾向が見られた。2008年9月22日、前橋競輪場で開催された永久チャレンジ一般戦において激しい競り合いの末、落ち者。意識不明のまま搬送され、頸椎の損傷で入院した。 その後、復帰を目指すものの、怪我が感知することなく2009年7月16日に、引退した。身長 176cm 体重 86kg 血液型 AB 型背筋力 296kg 垂直比 82cm 肺活量 5600cckeirin.jp 選手プロフィールよりゴルフ。ありがとうございます。